はい、それでは、次の出社の時間となりました、次の出社もですね、鳥居義光さんにお送りします。モジョリサスを使ったウェブアプリケーション開発、点検です。よろしくお願いします。たくさんいますね。2階席聞こえますか？ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ始めます。マイク入ってます？大丈夫ですか？モジョリシャスを使ったウェブアプリケーション開発の実践編ということで、鳥義光が発表します。よろしくお願いします。まず、モジョリシャスを使ったことがない人も、ウェブアプリケーションフレームワークの概念が分かっていれば、このトークおそらく大丈夫だと思います。まず自己紹介なんですけれども、ライブドアに新卒入社で入って、今 LINE の3年目のエンジニアをやってます。あさって4年目になります。ありがとうございます。9月入社ってところがちょっと若干あれなんですけどね。でですね、パールでウェブアプリケーションの、開発の入門ということで、最近は、とても作る環境は恵まれているなと思っています。特に入門者向けの資料がとても豊富になったなというふうに感じています。特にパール入学式やまた入門記事や資料などを結構ブログで上げている人がたくさんいて、それを読む機会が多くなっているなという。あとはアモン2やモジュリシャスなどの軽量ワフの登場で、コロンコロンライトとかを使って1枚のファイルで作ったりとか簡単にできるようになりましたよね。そういう意味では ものすごく敷居が低くなってきているなというふうに感じています。で、実際にアプリを作るというのはすごく簡単なことなんですけれども、実際にじゃあそれをサービスにして、運用してみようと思うとすぐに壁にぶち当たると思います。そういった経験のある方いますか？皆さん優秀ですね。手が上がらない。実は僕も、運用でいろいろと叱られながら、成長してきたのですごくよくわかります。例えばユーザーが増えたらレスポンスが遅くなった、よくある話ですね。あとはフォームのデータにいつも変な値を入れてくる人がいると、わざとじゃないかというような値を入れてくる人とかいますよね。あとは変更を反映するためにアプリを止めるのはもうやめたいとか、そういう、悩みも出てくると思います。まあ、ウェブアプリを運用してみると工夫しないといけない点ってすごくたくさんありますよね、ということです。で、今回具体的な対応例をざっくりと紹介していけたらいいなと思ってます。で、YAPC Asia のサイトを実際に動いている、ソースが実は GitHub に上がっているので、これを参考にして、モジョリシャスの、枠を少し使っているので、それをちょくちょくソースを拝借しながら説明していけたらなと思っています。あ、皆さんおなじみのこのサイトですね。で、こんな感じで GitHub に上がっています。誰でもソース見れると思うのでぜひ見てみてください。僕の恥ずかしいコミットがたくさん連なっています。でですね、今回の想定をしている観客層は、パールの初心者の方々を主に、対象としています。簡単なアプリ作ったことがあるとか、仕事で、パールを使ってウェブアプリを書かなきゃいけなくなってしまったという新卒のエンジニアの人、あとはモジュリシャスで作るウェブアプリ入門って、昨年トークがあったと思うんですけど、その内容がもう分かったよっていう人、あとはコロンコロンライトとかで1枚の、ファイルでアプリを作ったりするところからさらにちょっと規模を大きくしたアプリを書いてみたいよっていう方、あとは本番の環境構築とか、おそらくローカルの中で、でしかアプリを作ったことないっていう人が結構いると思うので、そこをざっくりと話していきたいなと思ってます。で、まず開発環境の整理と理解をについて話していきます。モジュリシャスの基本構成はこんな感じです。モジュジェネレートアップでマイアップっていうやつを作るとこんな感じになります。リブがあったり、パブリックのディレクトリがあったり、スクリプトのディレクトリがあったり、あとは T はテストですね。そんな感じでジャンとこんな感じで、説明できます。でテンプレートっていうのはビュー用のテンプレートファイル置き場になっています。で、その他にも、開
開発とかをしていくとよく出てくるディレクトリっていうのをよく見かけます。例えばエトセとかコンフィグとかっていうやつですね。これは Web アプリの設定ファイルとかを置くように使うよく使われることがある名前のディレクトリです。で、他にも MISC とか SQL とか Services とか、いう名前が付けられているのがあるんですけれども、これは上ほどではないけどその他に必要なファイルが、入っていたりすることがあります。例えば SQL ファイルとか、クーロンタブの設定が書いてあったりとか、あとは、サービスですね、デモツールで LAN ファイルを走らせるためのディレクトリ意識入ってたりとかっていうのがあります。で、そして、ローカルとかエクストリームっていう名前についてるのは、カートンとかシーパン、後でまた説明しますね。で、インストールするモジュールの置き場とかになってます。で、エトセとかミスクの中を見てみると YAPC のサイトではこんな感じになってます。エトセの下には app.psgi と、これは PSGI で、アプリケーションを起動するためのスクリプトですね。で、あとはコンフィグが入っていて、で、コンテナという、コンテナ用の設定ファイルがあったりとか、あとはバリデータ用のプロファイルズっていう設定ファイルがあったりしますね。で、MISC の中には、SQL、クーロンタブ、あとサービスと、こんな感じで入ってます。で、次にローカル環境の構築についての話です。ローカル環境でパールを使うときどのように使ってますか。何かインストールしたりとかっていうことをおそらくすると思うんですけれども、そのときに使うツールとしては、パールブリューや、これは何て言うのかな、プレンブでいいですかね、を使いましょう。で、基本的にローカルで、アプリは開発していくと思います。もすごく大きな、環境だったりとか、何かのマシンではないと開発できないとかいう案件の場合は、Web サーバーの上で開発すると思うんですけど、基本的にはローカル環境で、開発するときはこのようなツールで Perl の、環境をセットアップしましょう。で、これの利点としては Perl の、バージョンを柔軟に変えられると。いろんなアプリケーションをローカルでは開発すると思うので、 Perl のバージョンというのはわざわざ合わせるためにまた再インストールしたりするのはすごく面倒くさいんですよね。それを、一発で解決してくれるという素晴らしいツールです。で、次に、カートンでモジュールの管理をしましょう。カートンというのことを聞いたことある方いらっしゃいますか。さすがにもうメジャーですね。ありがとうございます。で、カートンというのは、モジュールのバージョンを固定したりとか、モジュールのインストールをしたりとか、モジュールパスのロードをしたりとか、モジュール関連を全て面倒見てくれるという素晴らしいツールです。ぜひ使いましょう。で、使い方としては、CPAN ファイルというものを用意して、で、カートンインストールと打つだけで、モジュールが、CPAN ファイルの中に書いたモジュールが、どんどんインストールされていきます。それが先ほどの、ローカルというディレクトリの中に入ってくるってやつですね。で、これを CPANM で例えるとっていうふうに書いてあるんですけど、カートンというのも、カートンというのが主流になる前は CPANM っていう、ツールですかね、が、メジャーでした。今でも、昔のというか、ちょっと前のアプリとかだと使われてたりすると思いますので、まだまだ現役なんですけれども、カートンインストールでやってることは、CPANM でも、同じようなことを書くことができますっていうのが、下の、シェルですね。パールで makefile.bm、pl やって、その後に CPANM ハイフン大文字 l のローカルでハイフンハイフンのインストールデプスで、カレントディレクトリとやると、カートンインストールと同じようなことをやっていることになります。さっき説明しましたね。ローカルにモジュールが格納されていきますと。で、もう一つカートンエグゼクというのがあるんですけれども、これは、上のコマンドを見てもらうとなんとなく分かると思うんですけれども、ダウンロードしたモジュールに対して、普段だったら
-i でパスを通して上げているはずなんですね、使うときって。なんですけれども、カートンエグゼクをして、上げると、すでにそのローカルの中に入っている、モジュールを使うためのパスが通った状態で、コマンドを打つことができる。で、これも、カートンエグゼクを使わない書き方にすることができますというのがこの下のところです。リブコアオンリーっていうモジュールがあるんですけれども、要はこれとこれを使ってやるのとほとんど同じようなことをカートンが自動的にやってくれると。で、なんでこんなことをするかというと、いろんなアプリを作るときに、一つのパールのところにモジュールをインストールしていくと、どのバージョンインストールしたか分かんなくなっちゃうんですね。なんで、一つ一つアプリごとに、このカートンでインストールしてあげると、そのアプリのディレクトリの中のローカルの中に全部必要な、モジュールがインストールされているということで、バージョンの固定とかそういった利点があります。要は他のアプリのでインストールしたモジュールに影響されないということですね。なのでぜひ使いましょう。で、次は、環境によって読み込むコンフィグを変えようということで、今までローカルで作ってた場合はコンフィグファイルみたいなのは一つだけでよかったんですね。でも、ローカル以外にもデブサーバーとか本番用のサーバーとかにデプロイした時にローカルのコンフィグと同じものを読み込んでもおそらく、違う環境なので動かないんですね。そこら辺の、誤差をコンフィグファイルでうまいこと修正してあげれるといいなという感じですね。で、YAPC で、コンフィグファイルの読み込みをしているところの、ソースを少し持ってきたんですけれども、こんな感じです。やってることというと、ここの、プラグエンドっていうところがあるんですけれども、ここの中にその今実行されているアプリが実行されているところの環境が何なのかっていうのが入ってるんですね。例えば、これだったらデベロップメントなんで、デブ環境の場合はこっちのコンフィグファイルを読み込むようにしたい、ローカルだったらプラグエンドにローカルっていうのを入れておいてあげるように設定しておいて、で、コンフィグローカルみたいなのを、コンフィグファイルに入れてあげると。で、コンフィグファイルを、プラグインで読み込んであげてっていうのを一番最初にやってあげることで、アプリがどの環境で動くかっていう情報を与えてあげて、それ以下のところは全部コンフィグから情報を引っ張ってくることで、環境に対応するというか、環境ごとの動作を変えていくというふうにします。こんな感じで、環境の話はおしまいなんですけれども、何か質問があったら後で、聞かせてください。で、次にアプリケーションの方の話をしていきたいと思います。アプリケーションというと、リブ以下のディレクトリの中の話がメインになりますよね。なので、まず最初に、リブのディレクトリの構成を、ざっくりと出してみました。YAPC App の中には、大きく API というところと、あとはその他、コンストラクターとかコンテナとか、コントローラー、あとレンダラーとユーティルというのがあります。それぞれ、コメントで書いたような感じですね。役割としては。モデル層があって、あとはコントローラー。で、レンダラーはビューですね。っていうのをざっくりまとめるとこんな感じになります。 API は、モデル層でロジックがいっぱい書いてあります。 AMON2 だと M とかそんな感じで名前が付けられていますよね。で、コントローラーは、その名前の通りコントローラーの層
のところですね。ルーターからディスパッチ、ルーターがディスパッチして呼んでくるところです。でここで、そのそれぞれの処理をして、レンダラーに渡してあげると。でレンダラーは秒層なので、テンプレート内にあるテンプレを読み込んでそれぞれの、ページの描画をするという役割になっています。でこれ MVC っていろんなところで聞きますけど、だいたいこんな感じです。で、モジュールシャスって MVC とか言ってるんですけど、 MVC というか、ウェブアプリフレームワークとか言ってるんですけど、モデルがないんですね。なのでモデルを作っていかなければなりません。で、モデルを作るときのモジュールとしては Tengu をおすすめします。 YAPSHAP ではなんか独自のワールマッパーがずらって書いてあるんですけれども、一から作るんでしたら今 Tengu が、いいんじゃないかなと個人的には思ってます。 AMON2 もおそらく推奨モジュールだった気がします。違うかもしれません。でもちろん SQL メーカーと DBI で、自作するというすごい強い意志を持っても大丈夫です。他には DBI の、スキニーとかクラスとかそういったものも使うことができます。で、DB を操作する、簡単な例はこんな感じです。これ Tengu の場合なんですけど、Tengu の場合は、こんな感じでモデルのを読み込んできて、これ岩モデルは Tengu を、継承したモデルじゃなくて継承したところですね。でこいつを入してあげて、でインサートしてあげて、アップデートしてあげてみたいな、なんかすごく直感的で分かりやすい感じです。Tengu は基本的に継承するだけで、今のような、コードを書いてで、データベースの操作をすることができます。でそのためにはスキマ情報が必要で、UA モデルの下にコロンコロンスキーマという、パッケージを作ってあげて、なんかテーブルの、スキーマ情報を書いてあげる必要があるんですね。詳しくはここの C パンドックを見てください。次にキャッシュを導入してデータアクセスを高速化していく話をしていきます。簡単に言うと結果をメモリに保存して上手に再利用していくのがいくような話です。で KVS っていうんですけど、キーバリューストアの略ですね、を扱うモジュールは、こんな感じで結構たくさんありますが、要はレディスとメムキャッシュ D ですね。でおすすめは一番下の、キャッシュメムキャッシュ D ファストのコロンコロンセーフってやつです。これインジェクション防止のやつがついてて、あとはゲットアセットがついてるという地味に嬉しいメソッドがついてます。でキャッシュの仕方なんですけれども、データベースで引っ張ってきてそのデータをキャッシュしてメモリの上に載せてあげて、次からまたデータベースを引きに行くのではなくて、すでに同じ結果と分かっているのでメモリからデータを引っ張ってくるという想定で書いてあります。一番上からユーザー ID がすごい単純なんですけど1の場合、まずはキャッシュメミキャッシュを入してますね。で、キーバリューなので、キャッシュキーを作ってあげなきゃいけません。このキャッシュキーってところは、まあ、どんな文字列でもいいんですけど、でその下に、ユーザー ID をくっつけてあげます。くっつけてあげたものを、キャッシュキーにしています。こうすることで、ユーザーの ID が変わっても、同じところに同じ、キャッシュキーを持たなくなりますよね。なので、情報が被らないと。すごく基本的なんですけれども、で、その後に、キャッシュゲットをして、そのキャッシュキーに対してキャッシュゲットをしてますね。そうすることで、もしデータがあればそのデータをそのまま返すと。
でなければエルスの方に行くので、こっちを見ていくとこんな感じの SQL が書いてあります。これは、普通に ID とネームをユーザーから引っ張ってくるよ、ユーザー ID1 のやつみたいな感じで書いてありますね。でそれの結果がここに入っていて、でそれをキャッシュにセットしている、下でキャッシュにセットしているというような感じです。で一回ここでキャッシュにセットしたら、エクスパイアの値が例えば60だとすると、60秒間、メモリのところに乗っかっそのデータが乗っかってます。なので、その60秒間の間にもう一回この処理が起こると、こちら側の方のデータが入っていくと。そうすることで、例えばここにすごいたくさんアクセスが来たとしても、毎回データベースの方にアクセスが行くことなく、メモリの値を引っ張ってきてあげて返してあげることができると。メモリで高速化してあげることができるという感じになっています。ぜひキャッシュを多用していきましょうという話でした。で次に、コンテナという仕組みと、特性を理解してほしいなということでこの章を設けました。コンテナっていうのは、よく使う道具を一箇所に用意しておくための箱みたいなもので、モジュールだとオブジェクトコンテナというモジュールがあります。ヤップシャープはこれに似たようなのを独自作っているので、これも参考にすると良さそうです。あとはモジュール写真にはヘルパーメソッドっていうのがあるので、このヘルパーメソッドを使ってうまいことコンテナの役割を果たさせるのもいいと思います。でですね、オブジェクトコンテナを使って、コンテナを作る例をざっくりと書きました。パッケージ名は、マイアップコンテナというふうに貼りにつけてます。で、オブジェクトコンテナの、ハイフンベースというのを、ユーズしてあげることで、そのオブジェクトコンテナの機能を使っていくことができます。で、ここの4つのユーズに関しては、後で下で使っているので、ただユーズしているだけですね。で、レジスターっていう、やつがあるんですけども、これを使って、この JSON という、名前で、その後のこちら側を、登録してあげているということになります。ファールも同じように、ファールコロン HTTP の new をしてあげて、このインスタンスをここのこちら側、この名前で、登録しているというような感じです。マークダウンもそうですね。テキストマークダウンのインスタンスを生成してあげて、ここに返してます。で最後のメムキャッシュも同じような動きをしてます。これは、2行以上になっているので、サーブで囲っているんですけれども、コンフィグを持ってきてあげて、でそのコンフィグからメムキャッシュの情報を引いてあげると。でそれの情報を使って、メムキャッシュのインスタンスを作っている。でそれをそのまま登録しているというような形で、要はなんかインスタンス作ってその名前に登録しているんだなというようなイメージです。で使い方は、マイアップコンテナをユーズするだけで OK、 こんな感じですね。でここで API という名前を仮につけてあげると、 API でさっき登録した名前をピッチャーにあげると、ファールのインスタンスが使える。メムキャッシュの一緒ですね。メムキャッシュのインスタンスが使えるんで、ここに入る、アレンジャーに行けるという感じです。やっぱピシアップの場合の話はまあいいです。で、モジュール写真にはヘルパーメソッドがあるんで、コンテナをヘルパーメソッドに関連付けさせることももちろんできます。こんな感じでコンテナを呼び出してあげて、ここで持たせておいて、
で、ヤプシャックの中でセットアップコンテナっていう、メソッドというか関数を、作っているんですけども、ここで、コンテナをヘルパーに登録してあげています。上のここはなんかいろいろざーっとやってるだけなのでいいとして、で作ったそのコンテナの中身のゲットのやつをここでヘルパーに全部移してあげているというか、リファレンス貼ってあげているような感じですね。でコンテナのメリットはユーズやニューが1回で OK というところです。インスタンスの生成回数を減らしたりとか、あとは同じコードを繰り返し書かなくても、コンテナから持ってきてあげるだけで OK。 あとは使い回すインスタンスを一元管理できるっていう、メリットもあります。ただ、扱う上で注意があって、インスタンスの状態によって返り値が変わるものは、もちろん不向きです。どこでも使われるインスタンスなんで、グローバルのものを扱っているみたいな意識が必要です。 AMO2 の場合は、リブマイアップ PM みたいなところにこんな風に書くだけで、コンテナのドル C から引けるので実はすごく簡単です。シングルトンパターンっていう名前でよく言われたりとかするんで、デザインパターンに興味のある人はぜひ勉強してみるといいと思います。で次に、レンダラをテキストエクスレイトに、変更しようという話です。エクスレイトはすごく便利で超高速なレンダラーなので、ぜひ、使ってほしいと思ってます。で、テンプレートツールキットというのがあるんですけれども、昔はよく使われていたらしいです。で僕もテンプレートツールキットをずっと見てきたので、まずシンタックスをテンプレートツールキットに変えます。なのでもし、テンプレートツールキットに興味がある方はこんな感じでシンタックスを変えることもできるので、やってみてください。でテンプレートで注意することは、テンプレートキャッシュが機能しているかとか、大量の処理がある、テンプレのレンダリングは本当に高速かどうかとか、独自関数の取り回しちゃんとできてんのとか、こういうのを確認した方がいいと思います。例えばビュー層で難しいことをしたらまず負けだというふうな意識で書いていくといいんじゃないかなと思います。複雑な処理はモデルでやって、処理の結果はスタッシュに入れて、ビュー層では、表示するだけというような、意識で書いていくといいと思います。例えばこんなところのページ見たことありますか？個人スポンサーのページなんですけれども、今回個人スポンサー200枚以上売れているので、アイコンが200以上並ぶというすごいなんかごちゃごちゃしちゃったようなページなんですけれども、これ素直に書くと、API 持ってきて200回41で回そうっていうふうに考えるんですね。一番最初の頃に僕もやって怒られたんですけども、 API なんて持ってくずに、モデルの中でちゃんとアイコンを、生成しておいて、アイコンの URL を生成しておいて、でテンプレートの中ではそのアイコンの URL を呼ぶだけのような状態にしてあげてというような、意識が大事だということです。でテンプレ内の処理はシンプルにしましょうという話です。セッションの話を したいんですけれども、どうしようかな。モジュリシャスの、セッションはすごく使いづらいという話がたびたび聞かれます。というのも、キーワリューに、シークレットのなんか文字列を作って、それをベース64でエンコードして空気に保存しているので、うんという感じなんですね。ただこれを使うと、デフォルトヘルパーの、CSRF トークンというのを、使うことができるように 4.59 になったので、CSRF を意識して、簡単にフォームを書きたいとかっていう時には、使うといいかなと思います。で、解決方法というか第一回の方法としては、プラックミドルウェアセッションというのを使いましょう。そのために、PSGI 化して、プラックミドルウェアの、モジュールをたくさん使って
うことができるようになるので、おすすめです。 CHRF の話は飛ばします。こんな感じでここで確認をされるところで、ここに、リクエストを飛ばされたりするとそのまま送信されて、自分が登録してないようなトークが勝手に登録されてて発表する羽目になったりとか、そんな話ですね。で、交番環境の話を最後に、あと10分ぐらいなのでちょっと駆け足でしていきます。まず本番のパール環境を構築していく話です。 X ビルドというので、を使っていつもやっています。おすすめです。指定したバージョンのパールをインストールする、ツールなんですけれども、スタイルのような、感じで使っていきます。 X ビルドを、クローンしてきて、であとはこんな感じでコマンドを叩いてあげるだけで、指定のバージョンのパールが入ると。で、そこのパールの、パスを通してあげて、あとは使い放題という感じです。パスを通すだけでいいんで、パールブリューとか、プレンブとかよりもすごく楽です。そして便利です。で、パールの場合はカートンとかサーバースターターなども、一緒に入ってくれるので、とても楽ちんです。わざわざ CPyM カートンとか言って、カートンの環境を作ったりとかしなくても初めから使うことができるようになっています。で、パールが残念ながら嫌いという人も Ruby とか Node とか PHP とか Python にも対応しているのでおすすめです。で、システム構成については、基本的には崩れちゃってますね、すいません。Nginx とパールと MySQL という構成ですね。もちろん Nginx のところは Apache でも OK です。ただし、リバースプロキシとしてだけ、使っていきます。で、HTTPD を立ててアプリにプロキシしてあげるような、構成です。Nginx の80万ポートで受けたら、アップの、5000番ポートとかにポートフォワーディングしてあげて、スタティックファイルは、前段の HTTPD で、配信してあげると。コンフこんな感じになってますっていうのが例があるんですけど、すみません、下にちょっと崩れちゃってました。で、次に、作ったアプリを実際に動かすときには、デーモンツールという、ものを使ってプロセスの生存管理をしましょうという話です。よく、デプロイするときに、アプリをどこに置くかという話と、サービスを どこで監視させるかという話があったりすると思うんですけども、デモンツールを使うときにはスラサービスの以下のディレクトリを管理してくれるので、そこにアプリが見えるようにしてあげるのがいいと思います。サービスマイアップみたいな感じで作ってあげて、それをシンボリックリンクで自分のところのミスクサービスのマイアップに向けてあげると。そうするとここのマイアップの中に LAN ファイルとかが入っているので、そこでその LAN ファイルをデーモンツールズがうまいことやってくれると。で、スーパーバイザーコールで -p や -h で再起動したりとか、sbstat でチェックしたりとかいう使い方をします。ミスクの中身はこんな感じになってます。一つは、YAPC のアプリケーションの LAN ファイルと、あとは、よく使われるのが、その下にログのファイルを、置いてたりします。で、アップ起動用の LAN ファイルはこんな感じですごくシンプルです。自分自身がどこのディレクトリかというのを見せてあげて、その後そこに、移動して、エグゼクしてアプリを起動するという感じです。で、最後にサーバースターターでホットデプロイの話をします。これ再起動の時にリクエストの処理を続けながら変更の内容を反映してくれるというものです。
こんな感じで書いてあげると、アプリが起動します。で、何が嬉しいかというと、見かけ上は、アプリを落とさずに、再起動しているように、見えます。もちろん、再起動は、するんですけれども、徐々に新しいアプリが、を作って、その1個前の世代のアプリをキルしていくというような動きをしています。なので、デプロイに失敗したとしても、サーバースターターが前の世代のアプリを、握っていってくれるので、サービス自体は、止まらずに済むといった、メリットもあります。なので、ぜひサーバースターターを使ってアプリを、起動させてください。以上、入門から一歩先の案内を少しだけしてみました。そして、せっかく YAPC アップの、話を少し交えたので、来年 YAPC のシステムを担当してくれる人を、募集します。ぜひ、来年の YAPC もやりましょう。僕はもういいかなと。システムはもういいかなと思ってます。で、今回扱わなかったお話をざっと、リスト化しました。例えば普通に開発で Git を使いますよね。どうやってやるんですかみたいな話とか、あとは Kafka に耐えるためのサーバーの構成。今回サーバーの構成すごくさらっと3層クライアントサーバー方式みたいな感じで基本に忠実にしちゃったんで、もっとなんかたくさんダーッとサーバーを用意したりとかっていう話もできたらよかったなと思いました。あとは、WAF から、コマンドラインに、WAF から WAF の、リブ以下のところの資産を使って、コマンドラインでバッチを、動かしたりっていう話も今回ちょっとできなかったですね。あとフロントエンドの話とか、あとはサービス運用のためのサービスの話とか、HR フォーキャストって僕多分書いたと思うんですけど、すみません時間がなくて話すことができませんでした。などなどです。あ、最後に、投票やっているので皆さんぜひ投票をしてください。今、きれいに動いているシステムがここなのでよろしくお願いします。以上です。ご清聴ありがとうございました。